さあ今回はライオンズトレーニングセンターにやってまいりました。なんとですね、来シーズンメットライフドームで新しくなるシート、これを体感できるということなんですね。そのシートがこちらのトレーニングセンターにまあご用意していただいたということなんで、早速行ってみたいと思います。ということで早速トレーニングセンター内へ。そしたらありました、2020シーズンから使用する新シート。堀口さん、紹介お願いします。ほとんどの、内野指定席がこちらのシートになるということで、やっぱりですね、やっぱりこう今までこう使ってきた、ね、シートは40年間のね、いろいろとこう重みがありましたけども、こちらは真新しくて、またこのクッションが結構厚くないですか。これ8センチあるんですって。そう、ふかふかだけど弾力もあって、座ってみましょう。あのふかふかってよりもなんかボフボフってこの感じ、これあれですね、やっぱ長時間の試合でも体が疲れにくいかもしれませんね。やっぱほら延長の試合とかあるじゃないですか、そういった時でもやっぱここまでのしっかりとしたクッションでお尻を支えてもらってたら、これ体に負担が少ないかもしれませんね。続きましてこちらがエグゼクティブシートになりますね。あのバックネット裏にね設置されている、席はこうなるということで、もう見た感じこのデラックス感がまずワクワクしますよね。でシートのこの重厚感いいですよね。これはこのいいですよ、低反発な感じいいです。座っていただきます。あーこれはいい。あのこれね、下手したら良すぎて寝ちゃうダメですよ試合見ないと。だけどそれぐらいいいです、体を包んでくれるような感じの構造になってます。座ったら分かるんですけど、何かこう引っ掛けられるようなねところがあるんで、このジョイントのところにちょっとバックとかをね引っ掛けたりしてもいいんですかね。ね、今までのシートももちろん良かったんですけど、さらにいいということですね。いやー、2020シーズンが今から楽しみです。